ーおやじチャンネル。こんにちは、モデラーおやじモデオです。本日も ANA の R2D2 特別塗装機を作っていきたいと思います。まずね、このエンジン、このシルバーの部分塗装したんですけども、少しね、オイル汚れ、すす汚れみたいなものをつけていきたいと思います。こちらすでにね、このウェザリングマスターを塗ったものになります。で、塗らない状態ね、こういった具合に普通のシルバー色をしていますね。で、最初に塗るのはこのね、オイルっていうこのウェザリングを塗っていきたいと思います。全く使われてない綺麗な新品の状態で仕上げたい方もいるとは思うんですけど、私の場合はできるだけこう使ったね、実際にこう使われたような機材のイメージを出したいんで、こういったね、旅客機にもウェザリングをしています。まあおそらくここは普通のね、塗装をしちゃうとエンジンの熱で、塗装がね、なんか劣化しちゃうんでしょうね。なのでこのね、金属のむき出しになってるんじゃないかなとちょっと想像します。こんな感じにね、どんどん塗っていくと少し汚れたような金属のイメージになりますね。で、部分的にはこのね、真ん中の赤焼けっていうのも少し塗っておくと雰囲気がね、またより一層出るかなと思います。こんな感じに仕上がりました。ここのね、アルミみたいな材質とはちょっとね、また違う雰囲気が出ていいんじゃないでしょうか。それではこのね、ウェザリングが終わった、このエンジンに先日塗装と組み立てをしましたこのパーツをね、ここにつけていきたいと思います。まずはちょうどこう溝が切られているんで、内側に流し込みのね、接着剤を塗っておきたいと思います。これでね、はまりました。続いてはこの部分のパーツですね、これをつけていきます。これはここにちょっとこう溝がありますので、ここに流し込みの接着剤をね、いいと思います。外側から塗っちゃうとね、せっかく綺麗に塗装した塗装が剥がれちゃうんで、外側には塗らないように注意してますね。これはこのね、後ろから滑り込ませるようにいきます。はい、こんな感じでつきました。続いてはですね、デカールを貼る前に一度ね、この表面を耐水ペーパーで水研ぎしました。窓はですね、マスキングを塗っていましたので、このね、マスキングを剥がしていきたいと思います。ちなみにこのね、反対側はこのすでに剥がした状態になってます。まあ、今回やった方法で、綺麗にね、窓枠がマスキングできるってことがね、分かりました。で、マスキングの剥がし方なんですけども、どうしてもこうマスキングゾルの上からこう塗料が塗装されていますんで、ちょっと剥がれにくくなっております。なのでね、こういったちょっと先の細いニードル状のもので、窓枠の縁をですね、筋彫りするように一周こうね、軽く傷をつける感じにすると簡単にね、取れると思います。で、これはまさにね、筋彫り用のこのニードルになります。ちょっとね、カッターナイフだと刃が鋭利すぎて、もしね、窓のクリアパーツの部分にちょっと手が滑ってしまうと傷もついてしまいますので、まあ、こういったね、ニードル状のものがいいかなと思います。なおかつあんまり細すぎない方がいいかもしれませんね。では2箇所ぐらいちょっと実演してみたいと思います。できるだけこうね、あまり力を入れすぎず筋彫りするイメージで剥がしていけばいいかなと思います。そうしますね、こういった具合にこう取れてきますので、もう一箇所ぐらいどっかグレー色の部分でもやってみましょうか。割とこう簡単に取れる部分もありますね。それでちょっとね、この塗料のひび割れたカスなんかはこういった具合に、静電気除去ブラシできれいにねしておけばいいかなと思います。同じ繰り返しで、剥がしていくだけなので動画一旦省略します。それではですね、デカールを貼っていきたいと思いますけども、このね、デカールを貼る前にコクピットの風防の部分、これはですね、ハイグレード模型用セメンダイン、こ
これでね接着をしました。それで今回のですねこのデカールでちょっと気をつけるところがありまして、まあ、一般的なデカールであればこのね文字がプリントされた部分だけ透明な台紙があるんですけども、これはですね基本的に一面こうデカールになっていて、そこにこうカラープリンターみたいなものでねプリントされたものなので、周りをですねギリギリまでカットしてあげないと透明な部分が残ってしまうようなデカールにねなっていました。まあ可能な限りこう余白をね、ハサミで切ってあげる方がいいと思います。ではどこからいこうかな、この辺りからちょっとね貼っていきたいと思います。それで今はね冬なのと、このデカールが結構水でふやけるまで時間がねかかるタイプみたいなんで、少し長めに水につけた方がいいみたいです。試しにこの主翼の方のデカールを貼ったんですけども、やっぱり普通のデカールとはちょっと違うんで、マークソフターを使ってもあんまり柔らかくならない感じがしましたね。いいことでもあるんですけども、破れにくいかなとは思いますが、比較的ねちょっと硬いデカールかなっていう気がします。少しこう滑りを良くする意味でもこのねデカールのりも少し貼る位置に塗っておきます。お、ちょっと破けちゃいました。水を含んで糊が柔らかく滑るまでにちょっとねやっぱり時間かかるんで、無理に剥がしてちょっと今破けちゃいましたけど、まあここは曲面なのでマークフィットを塗って少しね柔らかくしてなじめばなと思います。破けちゃうっていうハプニングがありましたけど、とまず一旦ここはこんな感じかなと思います。続いてはこのねデカールなんですけど、結構湾曲がきついんで、おそらくこれはもう切れ込みをあらかじめ入れちゃった方がいいかもしれないですね。このデカールはこうね窓に沿わせるように位置合わせをしないと仕上がりが良くならないですね。今半分に切れ込みを入れたんですけど、それでもここはやっぱり曲面なんでかなり馴染みにくいですね。ちょっとこれもマークソフターで柔らかくして貼りたいと思います。続いてここのデカールを貼っていきたいと思います。なんだかまだ枚数はほとんど貼ってないんですけど、これだけでも雰囲気がだいぶ出てきましたね。前の方はこんな感じになってきました。ちょっと気分を変えて後ろの垂直尾翼、このね ANA のロゴを貼ってみたいと思います。
なんだか垂直尾翼にこの ANA のロゴが入ると一気に ANA の飛行機らしくなりましたね。ちょっと言い忘れてたんですけども、デカールを貼る前にですね、こうやってホコリをね取った方がいいと思います。そしてデカールのり、続いてこのねスターウォーズのロゴですね。結構こう位置気味が難しいですね、窓の位置などで、見本を見ながら置いていきたいと思います。これは1はもちろんですが、ちゃんとね水平になるようにしないと格好悪いんで、結構気を使いますね。円柱のような胴体であれば比較的うまく貼り付くんですけども、ちょっとねここの主翼の付け根みたいなところ、ここだけは少しこう湾曲してるんで、カッターをね入れざるを得ないかなと思います。ちょっとこのデカールはあんまり柔らかくならないんですけど、もうどうでしょう、だんだんねこのスターウォーズ特別塗装機らしくなってきましたね。続いてはこの機体後部のロゴ周りをですねデカール貼っていきたいと思います。静電気除去ブラシでちょっとねホコリを落として、デカールのりも塗っておきます。ちょっとここは曲面になるんで、マークソフターもつけて柔らかくしたいと思います。マークソフターで柔らかくなる間にちょっと隣の ANA ロゴも貼っておきたいと思います。後ろのロゴ周りの貼り付けがね終わりました。再びこの前の方のデカールを貼っていきたいと思います。でここはちょっとね面積が大きいんで、デカールのりだけじゃなくってちょっと水も湿らせて滑りを良くしないと位置がね決められないかなと思います。で、まあ、左右均等に置かないといけないので、ちょっとね後ろから見て左右均等な位置にね置くといいかなと思います。なおかつ裏からもこうちょっとね左右の均等具合を確かめた方がいいかなと思いますね。要はここのスタートをうまくできないと、この後ね後ろ貼っていくものも徐々にずれちゃうんで。そしてここは前のデカールに隙間なく合わせる感じですね。おおよそ位置が良ければ徐々に水抜きをして固定していきます。水抜きしていくと今度はデカールが滑りにくくなっちゃうんで、位置決めは水抜きする前に決めないとダメですよね。続いてこのもう一段後ろのデカールも貼っていきます。これもできるだけこうセンターに置きたいので、ちょっと機体の後ろ側から左右均等を目指しつつデカールをね置いていきますと。デカールがたくさん貼られてきて、だいぶ10キリ近くなってきました。やっぱりかっこいいですね。
ここの部分はですね、色の分割に合わせてここを先に貼ってからこの部分を貼る方が、位置決めはねしやすいのかなと思います。そしてこことここのデカールに関しては一部こう機体の底に貼られるものもありますので、適度なところでカットして、貼るっていう感じですね。これでおよそ前側ね貼り合わせが終わりましたね。あとはこうちょっと裏側に来る部分も貼っていきたいと思います。おおよそデカールが貼り終わりました。もうだいぶ雰囲気がね出てきましたね。この主翼を挟みまして、機体のね裏側に来る部分もですねデカール貼り終えました。これでほぼデカールを貼り終えたので、だいぶこうね雰囲気も出てきたかなと思ってます。動画は省略したんですが、こういったドアのねデカールも貼り終えています。本日は動画の方が長くなってきましたので、作業をここまでとしたいのですが、次回も残りのデカールを貼り、クリアの塗装をしていったりですね、台座の製作などをしていきたいと思っております。引き続きこの R2D2 特別塗装機、こちらの製作を続けていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。